かはいどうも、クロサロトです。さあ、今回も普通の RPG に過剰反応して大騒ぎする時間がやってまいりました。前回はね、R スクエアでこのショーンとかいうやつから飛行機もらったけど結局飛行機落とされて帰還命令出されて終わったっていうなんか微妙な終わり方したわけだけど、今回もやっていくぞ。これだな、最悪の巨人。じゃあ早速入場していってバトリングしていくぞ。絶対に止める。せやね、行くぞ。 R スクエアの各地にあるスキャンデバイスを起動してください。ああ、そっか。あれだもんね。前回なんか、痛い。結構なダメージ食らうよ、今回。やばい。ちょくちょくね、こういう風に避けていかないとね、これダメージ大変なことになるわ。そう、ごめんね。で、前回は、なんか装置を起動しろって頼まれて、ね、こんなたかだか2秒で終わるってことやってくればいいのにとか思うんだけど、まあ、危険だってことだよね。間もなく敵が召喚されます。え、何この、こんなシステムアラート初めてなんだけど。え、どこ？で、これか。よし、OK。エリック！さっきまでここにいなかったのに、急に出現してきた。何こいつ？いや。あんなのが街で爆発するとか。考えただけでもゾッとするぜ。おい、クロスロード。へへ、驚いたか？俺もここまで来るのには苦労したぜ。ちょっとお前に渡すものがあったな。ところで、今回の作戦、すげえ危険なんだって。もう他人事。まずはこれを受け取れよ。高性能 GPS だ。パイロットがお前の位置を知ってりゃ、間違ってお前を潰すこともないだろう。給料3ヶ月分だぜ。役に立ってくれないと困る。そうじゃなきゃ、金がもったいないだろ。ははっ。俺は空白で全てを失った。家族も友人も知り合いなんてみんないなくなった。あっちこっちさまよってロコタウンに流れ着いてよ。そこで兄弟みたいに付き合える友達ができたんだ。スタリーフォレスト連合の同期兵士だったんだが、ちょっと前にお前を助けるための作戦で命を落としちまった。だからって、お前を憎んでるとかじゃないぜ。ただ、知ってほしいんだ。お前のために、命を懸けた人たちがいたってこと。失敗してもいい。逃げたっていい。ただ、死なないでくれ。命を投げ出さないでくれ。それだけでも、きっとみんな満足してくれるはずだ。急に荷が重くなったか？仕方ねえさ。お前はそれを背負って生きていかなきゃいけねえからな。ほら、早く行って、あの豚みたいなやつと決着をつけるんだ。俺はここから逃げないぜ。俺はお前を見守ってるぜ。最初で最後になろうともな。行ってこい、ロコタウンの英雄。プロポーズですか？プロポーズですね。あ、これはもう絶対プロポーズです。ビッグパペットの出力、大幅上昇。プラン B、ザ・シールド作戦開始。ビッグパペットをおびき寄せてください。アイサー。アイアイサーじゃないのか、サーじゃないからマームか、アイアイマーム、なんでもいいわ。なんで作戦地域忘れてんのこの人。あ、来たね。豚みたいなやつか。ビッグパペット、まんま。もうまんま。まんますぎて何とも言えない。ビッグパペットの進撃は止められません。攻撃はせず。おびき寄せてください。ああ、そんなこと言われたら攻撃したくなる。視界確保が困難だ。あれ？6時方向にある広場に誘導しろ。あれ？わかりました。6時方向に。あれ？あのなんか、僕無視されてますよ。すみません、無視されてますよこれ。旋回後、防護壁を順次投下する。おーおーおお。成功。ビッグパペットを完全に閉じ込めるまで時間を稼いでください。ふざけんじゃねえよー。え、じゃあこれは余計に徹しろってこと？攻撃できる？あ、できるっぽいね。面白い作戦ですね。あ、一応削れはするけど、ダメージ痛いな。今までと比べ物にならないくらい痛い。これちょっと、うかつに切り込むのは危険かもしれんね。
ちょ、待て。ふざけるな。我々がいくらつぎ込んだと思ってるんだ。今すぐ投下しろ。誰だよ。お前は誰だ。通信に介入するな。え、何？バカ。おい。私の人生。お、終わりかまで言わせたくない、主人公に。はい、すいません。全く意味がわかりません。意味がわかんない。これに関してはマジで意味がわかんない。なに。え、なに、あいつが防いでくれたってこと？そういうことでいいのかな？そういう解釈でしておこうか。あれ？生きてる。生きてますよね。あの爆発の中、どうやって。生きてる。泣いてる。本当によかった。すみません。あのおっさんもう一回出てこないかね。あのおっさんもう一回出てきてな、愚痴言ってくんないかな。そのギスギスした時が大好きなんだけど。さあやっていこうか。ミリアム、調子はどう？大丈夫です。ロコターンのために命をかけてくれてありがとう。なんて言うとでも思った。冷た！いいだろ別に。おい。何考えてるの？ソウルワーカーなら、そのくらいの爆発、止められるとでも思ったわけ。作戦に失敗しそうなら全力で逃げて。いや、逃げられる状況じゃなかった、なかったです。はい、すいません。死んじゃったらどうするの？残された人の気持ち考えたことある？英雄にでもなりたかったの？それでみんなが喜ぶとでも？まったく、あれだけお願いしたのに。また同じことしたら、次はないわよ。無事でよかった。気持ち的にあと3時間くらいはこってり絞り上げたいところだけど、このくらいにしといてあげるわな。エリックさんのとこへ行ってみて、Rスクエアから気を失った状態で運ばれたのよ。君と話さなきゃって言ってたから、早く言ってあげて。エリックって誰だっけ？ごめん。あ、いた。こんなに近くにいたのに。おう、来たな。お疲れさん。お前ならやれるって信じてたぜ。でもお前なんで？いや、まあ、ネットカンパニーのやつが悪かったのはわかるが、運よく助かったからよかったものの、もしそうじゃなかったら、お前のために死んでいった人たちの気持ちを無駄にするところだったぞ。ふんぐ、そうでもしてもくるのは当然じゃねえのか。自分のことだけ考えてるようなやつの方がどうかしてるぜ。班長、静かにしてください。なに一回の医者への分際で。もう一度要請文を書いて差し上げた方がいいですか？とにかく、これからはもうあんな無茶はしないと約束しろ。みんなのためだったんだろうけどよ。逆にみんなを苦しめる結果になることもあるんだぜ。まあでも、やっぱさすがって感じだぜ。あの爆発を食らっても無傷だもんな。俺は遠くで見てただけでビビって気を失っちまってたんだからな。ちびってりゃ面白かったのによ。つまらねえ。よろしければ班長がそうなるようにいたしましょうか。この、一つ弱点見つけたからって調子に乗り上がって。俺は一つとは限りませんよ。一度、班長の弱点についてじっくり話し合ってみますか？いい加減にしろよ。おぉ、あんまり椅子に乗ってっと俺も黙っちゃいねえぞ。なあ、ちょ、怖い、ちびれそうだ。この野郎、人がおとなしくしてる、釣り上げやがって。え、なんで？人がおとなしくしてる、つけ上げりやがって。ショーン、なんか日に日に話し方変になってない？大丈夫？ショーンとエリックの口喧嘩がだんだん激しくなってきた。急に語り部入ってくる。たまにこの格好書きで急に語り部入ってくるの何なの？騒がしいな。あ、失礼。騒がしいな。クロスロード、少し時間はあるか？ああ。じゃあ、リュウに。よく来たな。
悩みがあるなら余計なことは考えるな。心の声を聞け。話はある程度聞いてる。よくやってくれたな。君がどんな思いであんなことを強行したのかは知らない。犠牲精神、英雄心理、わかるわけがないな。どんな思いで命をかけたのかが重要ではない。重要なのは命をかけたということだ。君や君自身の考え、命をかけ行動したそのような感覚だらけと言わかったりできるものではない。リュウ、どうした、どうした、どうした、緊張した？めっちゃ早口だよ。大丈夫？噛んだし、さっき。この世界を生きていく力である決意、君はすでに持っているのかもしれないな。これからも決意して諦めるな。諦めず、自分の決意を証明しろ。肝に銘じておくんだ。諦めは人を殺す。強さなのか嫉妬なのか、失礼、嫉妬って言っちゃった。強さなのか叱責なのか、曖昧な言葉になってしまったな。時間を取られて すまなかった。ベンジャミン少佐がお待ちだ。いいことは言われないだろう。覚悟していけ。少佐はあまり待たせるな。お前らが話しかけてきたんだろ。ああ、失礼する。さあ、ベンジャミンに怒られに来たよ。来たか。正直、どういう態度でお前に接するべきかわからんのだ。あれ？なんか、結構ガツンと言ってくると思ったら、割となんかちょっと、ね、いいね、優しい。そういうところがベンジャミン。好きだよ、大好き。避難すべきか、激励してやるべきか、とても言えないんだ。だが、結局結論は一つだ。お前が正しいと思うなら実行に移せ。我々はただ見守るだけだ。ああ、なんか結構客観的というか、なんという、客観的ではないけど、なんか、何も関係のない第三者視点からの激励って感じだね。僕は激励と受け取る、これを。お前がどんな道を進むのかを、だ。だがやはり、今回のように命を無駄にするような真似は控えてほしい。お前がビッグパペットの交戦中に、ロコタウン内部まで攻めてきた人形がいた。不幸中の幸いか、人形は少数で被害を出さずに制圧できた。その人形は、外見や行動パターンが R スケアで交戦した人形とは全く違った。え？じゃあやっぱエドガーの手が絡んでるってことなのかな。我々は人形の第二勢力が存在すると判断し、人形が侵入してきた方向を重点的に衛星スキャンまで導入し調査をしてみた。だが、これといった成果は全くかけられていない。いや、全くと言っていい。全くに書いたのこいつ。該当地域にはデータベースには存在してない固有波長が存在していたな。あ、発生していてな。衛星スキャンはもちろん単純な通信電波まで全て遮断されるのだ。直接確認するために捜索隊を派遣したがまだ戻ってこない。何か問題が起きたようだ。お前には作戦地域で何が起こったのか、もしくは何が起きているのかを確認してきてほしい。現場での判断は全てお前に一任する。できるだけ多くの情報を収集し、帰還してくれ。嫌な予感で第二人形部隊討伐。これより、ロックタウンの全ての通信装備を停止する。この余力を全て、お前とオペレーターの通信網を構築するのに集中させる。え？いいんすか？もう、ガチでやってんじゃん。時間がない。捜索隊の探索並びに情報収集を最優先とすることを忘れるな。なんか、あれだね。本当に全面戦争、拳での殴り合いみたいな感じ。あ、待って。クエストってこっち側のドバーに書いてある。タワーオブグリード初めてだ。嫌な予感。じゃあ行くよ。はい。リ、上、下、右、左。よし。ここ、変な感じがします。気のせいだよ。クロスロードちゃん、気のせいだよ、それ。ああ、でもな、行動パターンつうか、見た目が違うな。何から何まで全部違うじゃねえか。それどこを言って言ってんの？これか？この反応、これは人間。この人形全部人間です。あ、ちょっと待て。人間。リ、じゃあこれを調べればいいってことかな？石のように固まってしまった人形だ。人間だ。青い光を放つ宝石が埋め込まれている。語り部、仕事やる気あんのか？棒読みじゃねえか。
近くで確認すると明らかに人間だ。まるで石像のように固まっている。逃げている途中で固まったようだ。え、なに？その、メデューサでも始まる、メデューサでもいるわけ？メデューサなのか、メデューサなのか。メデューサでもいるわけ？クルトン！ボーナスキャラクター、おりゃ！あ、ちょっと硬い、クルトン。あ、終わった。ありがとうございます。ブロードソード？まあいいや。じゃ、とりあえず、これ1点に集めて、あの、なんか本当だ。ちょっと今、これ、おー、なんか光線中の状態で固まってる感じするね、やっぱり。よし。その姿から察するに、一瞬で固まってしまったようだ。固まった体に青い宝石が埋め込まれている。お、これはただことではなかそうだ。急いでベンジャミンに報告しよう。語りべ、ついにお前の方から僕に指示してきたな。今まであんまり登場してこなかったのに急に何様だよ。あ、じゃあ行けばいいのかな。早くベンジャミンに報告しようって言った瞬間にボス戦始まったな。さあ、じゃあやっていきましょう。おー、ちょっとやばいかもしれん。え、なにこれ。おい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 。C1 っていうの。終わった。終わっちゃいました。はい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 。いつものですよ、これ。またつまんねって顔しますよ、こいつ。ほら。さあ、ベンジャミンに報告しようということで、行くぞ。行くぞ。ストリーフルストリングは人類の希望だ。お前何回言うんだよ。会うたびに言ってんな。ボットか。もうボットだな、お前は。ベンジャミンボット。戻ったか。状況はオペレーターから聞いている。巨大なオブジェ。それに石像のように固まった人々。奇想天外だな。ちょうど固有波長に関する本部の解析結果が出たようだ。人が石像のようになったことと関係がありそうだな。私は経由するより直接聞きに行った方が話が早い。サニーに該当報告書を転送中だ。すぐに行って確認するように。ブルーフレームのピエロは6ターン制圧に抜かりはないようだな。だが我々は空白以降このような事態を想定して備えてきた。負けるわけにはいかない。あのすいません、転送ってさ、この距離だよ。手渡しでいいじゃん。やっていきましょう。はじめは関心もなかったけど、住めば都ね、なかなかいい場所じゃない。サニーボット。待ってたわ。ちょうど本部の報告書を読み終えたところなの。ああ、ベストタイミング。パーフェクトタイミングだね。今回は熊との戦い方に関する報告書に、熊？前はカジキを武器にする方法だったかしら。カジキ？何を呼んでんの。何の話かっていうと、本部から来る報告書すべて暗号化されているの。日常的な内容に暗号を隠してね。機密保証のためよ。解析の違いがあるわ。何度言っても文章自体が面白いの。本部にかなりセンスのいい人がいるよね。ふふ。あ、ごめんね、一人で発車しちゃったかしら。うん。うん。報告書の内容を要約しておいた。まず、固有波長は、テンプテーションストーンから出る波長と同じパターンのよね。はいはいはい、サンニーさん、サンニーさん。テンプテーションストーンって何ですか？テンプテーションストーンの説明なしでそのまま進めないでくださいね。これは電波で人間にだけ効果を発揮するの。ん？電波を浴びた人の体を硬化させ、身体活動を停止させ、最後は命を奪う。原理は単純。最初に人間の血液を枯渇、凝固させる。噛み噛みたらサニー、どうした？大丈夫？落ち着いて。一回落ち着こう。一回落ち着こう。なんかマジで大丈夫か？外。外マジで大丈夫？原理は単純。最初に人間の血液を凝固させて、身体活動を停止させる。そして凝固した血液に再び電波が作用すると石化進行するわ。ああ、なんかそういう装置があるってことなのかな？うん。そのくらいしかわかんないよ、僕。石化が進行し、一定時間が過ぎると人間ではいられなくなるわ。生物学的に人間の功績はどこにも見当たらなくなるの。あ、じゃあ、あれが、
石化した人が人間だって分かったときは、まだ、なんとかで、なんとかストーンが起動して間もないってことなのかな？ん？違う、ごめんな、もういいや。話が混乱する、すもん。あなたのパートナーによれば、テンプテーションストーンのかけらが石化した体に埋め込まれていたように。これはおそらく人形を作り出す一種の過程じゃないかしら。あ！じゃああの人形って全部人間なの？ああ、えぐいことするねえ。で、出たー。ああ、アニメの内容で人間を人質に何か敵キャラが生み出されるやつ。無生物に偽りの命を与える。それがテンプテーションストーンの役割だから。報告書の内容は以上よ。これからすべきことが何か言わなくてもわかるわよね。え、殲滅してこいって？ベンジャミン少佐にこの内容を報告してね。報告だった。よかった。それから、少し前にウォーレンさんがダダをこれてたわよ。ウォーレンさんって誰？今何が起きているのか知りたくてしょうがないみたい。一人の医者として当然知るべき内容ね。彼にも伝えてちょうだい。デイリーログイン報酬の支給が完了しました。ベンジャミンのところに行かず、ウォーレンのところに行くんだね。ああ、なんかちょっと知らない人だぞ、この人。一回動画に出てきたかな？ちょっとわかんないな。具合でも悪いのか？私が見てあげよう。医者としての腕には自信があるんだ。声高っ。声高っ。顔と身長の割に声高っ。待ってたぞ。一体ロコダウンで何が起きてるんだ？人間が固まって人形になった？電波を浴びた人々の血液を固め、身体活動を停止させて、最後には人形と体がなくなってしまったか。なるほど、通りで。最近、ロコダウンで体が重いとか、手足がこわばっているという症状を耐えるとか多かったんだ。何を処方しても治る気配はなくてね、原因を知りたかったんだ。幸い状態はそんなに深刻じゃなかったが、厄介なのは、症状を訴えた人々の状態が悪化しているという点だ。電波の発生源がどこなのかわからないが確実に影響を受けている。これは病気だ。それも悪意に満ちたな。君はこれを解決しに行くんだろ？おーおーおー、もう生かされる前提だね。さすがソウルワーカー。ならベンジャミンさんにもこのことをしっかり伝えてくれ。微弱だが、ロコタウンにもこの悪意が広がっていると。放っておくと何が起きるかわからないとね。この症状の原因を取り除けたとしても保証はどうにもない。電波が人間の体に蓄積される可能性もあるからな。だから急いでくれ。ああ、全然眠れない。スタディフォルソレ、ああ、ごめんごめん、進んじゃった。にしても、ウォーレンさん意外と軽い感じだね。そういうタイプの人間か。重大なことで全然重大になれないタイプだ。スタディフォルソレンが、ぼっと、やめろ。何？体の効果症状を訴える人が増えている。ロックタウンにまで電波の影響が及んでいるということか。ロックタウンが人形の待つと重な時間の問題か。よし。ならばこれ以上時間をかける理由はない。電波は特定の地点から同時多発的に発生していることを確認した。そこに電波を送信する何かがあると見るべきだな。まずはあの奇妙なオブジェだが、今の状況ではどうにもならん。まずはその発信源の説を最優先とする。異能力者は基本的にどんな病にもかからんが、これ病の意思とは言い切れん。油断するな。あ、そうなの？その設定もうちょっと早くに教えてもらう。な、急になんかさ、取ってつけたような設定やめてもらえますか、ベンジャミンさん。ミリアム今日切れただけじゃねえか。